さあこれはどういう試合の立ち上がりになってくるんでしょうかね。静かに入るのか激しく入るのかです、ね、このあたりも注目ですよね。今カオル選手がやってるようなスタイルというのは、うん、まあ、言ってみれば女子ではアジャ選手が創始者みたいなもんですからね。なるほどなるほど。だからもうカオル選手がああいうスタイルとくればもうこれは望むところと。なるほどね。ただし今日アジャは缶を一つ下げているということはですね、これはあまり激しくいかないという表れかもしれないし、どうなんでしょうか。握手から投げれば届く。投げっぱなし山。投げ切りましたね。でもまずはカオルが仕掛けていったか、はい、飛ぶのか。何ですか。おお、トペ。トペです。見事ですね。矢のように飛んできましたよ。あ、じゃあ倒れましたね、はい、さあさあケブラーだ。ジャーマンからトペ、まあ、いわゆるルチャサッポーだ。これも決まった。とにかく立ち上がるのが早いんです。あ、もう一発いきますか。さあアジャの位置を確認してケブラーダで一発。これは決まりましたか。決まりました。決まっているね。カオル立ち上がっている。さあ、あ、早くもジャーマンから机をトケ、ケブラーダ2発。まずはカオルのペースで立ち上がりました、はい、メインイベント。カオルはこれはリングの下に隠していた机を立てました。アジャは缶を下げてですね、非常に狂気を使わない姿勢を見せたんですが、一方のカオルは今のプレースタイルを崩さずにいくということなんでしょうか。机を立てた。やっと起き上がってきたアジャを。ハロコは先頭ですかね。この机に寝かせる。これに行くためのさあアジャもさあまた行くのか。ハードコア先頭でしょうか。あー、決まった。アジャはそこにはいなかった。ちょっと読まれてましたね。この試合、ここのところ毎試合使ってますからね。あ、読まれておりました。さあ、切り口を向けて。うわ、すっげえ。今のはえげつない机の投げ方。大丈夫ですか。カオルが起き上がってこない。もう一発。うわ、いや、今度はなんか妙な当たり方をしましたが、なんか今机の裏がですね、頭の形にめり込んでるんです。さあもう一発大丈夫か。うわ、三発。カオルは自らのハードコア戦闘のダメージプラス机3連発です。ですね、まあ、もうその自分相手にその戦法で来るなら自分も徹底的に行くよっていうことでしょう。なるほど、はい、ってことは宣戦布告はこれはカオルと見てよろしいですね。ですね。アジャがもう狂気を使い出した。椅子です。今度は椅子。アジャコングをいつものプレースタイルにしてしまいました。もうっていうかいつもよりきついですよこれ。カオルが火をつけた格好になるんでしょうか。おお、さあ最悪を一発。こっち来てないですか。直線距離には、あっと、カオルのおでこがばっくり割れている。切れてますね。目の前で流血が確認できました。行った。これは後頭部か。これは後頭部か。すでに額はばっくりと割れております。カオルアジャコングいつも以上に狂気を使っております。何ですか。今度はこれは何でしょう。机でしょうか。いや、鉄の扉です。扉か。なんつうの、南側の席と仕切りですね。ですね。さあこの扉の上なんでしょうか。これは落とすか。落とした。大丈夫なんでしょうか。いや、まあ椅子や机を使うのはいつものアジャコングなんですが、うわ、まだ行きますよ。殴り方が今日はちょっと非常にハードです。そして南側かなり速いペースでカオルを客席まで、客席中段まで行って投げるのか。壁にぶつけました。最初は威勢が良かったカオルですが、ちょっと切り返す、これはきっかけを見出せないでいるんでしょうか。ですね。いや、やっぱこのそれともダメージが激しいのか。いや、でもこのスタイルになるとやっぱりアジャ選手の強さというのは半端じゃないですね。ちょっと今日はですね、
素人目から見ても痛いんじゃないかというですね、狂気の使い方がえげつない状態になっております。アジャコング、さあようやくリング内に戻しました。今カオルをリングの上に戻してまいりました。カオルのおでこを割れています。すでに流血が始まっている。投油持ちましたね。さあそして1個上げておいたアジャマーク入りの投油感を手にした。さあカンがへこんだ、カンがへこんだ、初で歪みまくりましたね。さあアジャ今度はブレーンバスターですね。垂直落下、カウント返すのか、これは危ない危ない。この試合最初のカウントは 2.8。 さあ早くも裏剣ですか。裏剣のポーズ、この裏剣だけは何とかしたいんだというふうに香織試合前に話していたんですけど、そんな余裕が今の香織にあるんでしょうか。何か切り返し方は考えてると思うんですよ、香織選手も。裏剣かわした、2発目かわした、3発目かわした、どうするか。キックを一発入れた、裏剣の決まらないアジャ、もう一度ブレンバスターか。おっと今度はコーナーにかけました。おっと香織は助かった、アジャマーク入りの投油感。おお、アジャこれは効いていないというポーズか。おっとパワーボム、そのまま抑え込んでいく。カウント 2.5。 さあ今度はアジャがどうするか。カオル、なんか変形水車落としみたいな、ね、こんな感じになりましたね。バックドロップ気味に投げたんですね。ひねりがちょっとだけ加わって、はい、さあアジャが大の字。さあムーンサルトですかね。ムーンサルト、いました、カオルの中にアジャの両足。さあなんとか切り返したかったカオルですが、おっと切り返す切り返す、張り手です。自ら勢いをつけて、おー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 とおーとおーとおー、帯箱飛びのまま下まで行ってしまいましたが、裏側を狙ったんですけどそのまま放り投げちゃったわけですね。カオルの着地は成功したのか失敗したのか。さあ、そしてコペじゃないですよ。あっ、あこれは机の板で防ぎました。先ほどの机の破片で防戦しました。アジャのダメージはどうなのか。カオルは立ち上がった。さあ今度はこのカオルが突き上がる、一回叩いて、これは踏んで、これアジャの上なんでしょうかね。いや、折って折って、これは叩きやすいサイズにするのか。どうやった2発です。カオルしかし自らのダメージもまだ治っていない。時間の経過とともに流血の量も増してまいりました。さあアジャを抱えて、でもアジャもちょっと余裕があるようですが、どうなんでしょうか。これはカオルが一応さっきのお返しの、ね、主導権なのか。アジャにも余裕があるように見えますが、何ですか。ああ、カオルが今度は手の扉、やられた狂気を使ってやり返す。これもこのところのカオルのプレースタイルです。さあ今度は石川、椅子を使ってアジャ叫びながら投げ捨てていきました。これもさっきの感じですから、これはこう女子の椅子ってもう正直言ってやっぱちょっと男子に比べると当たり弱いんですけど、今日のこれはちょっとね当たり方がですね、痛そうな、いつ座る部分が抜けてもおかしくないような。これはどこにあったんでしょうか。もう一個突き上げてまいりました。あくまでやっぱりこれでハードコア戦闘狙いなんでしょうかね、はい、このところ毎試合連発しています。カオル先ほどはアジャに見事に読まれてしまいましたが、はい、もう一度今度はアジャ頭を叩きつけて、おっとまた何やら小道具を出すんでしょうか。カオルリングの下をいじくっておりますが、アジャがこの間にダメージ復活。おお、さあアジャが静まっている間にカオル、おっともう一個これは机を用意していますか。これ今杉山さん延べ2つ並べたんですか。机がありますかね。どういうことをしようとしているんでしょうか。さあ先ほどはこれアジャは三味線を引いておりました。1つですね。あっと念には念を
先ほどは川島が出ましたね。お腹に3発杖を叩きつけました。さあそしてさっきはかわされたハードコア先頭、あくまでもさあ行きますか、カオルはこだわっていくのか、ハードコア先頭今度は決まった。福山さん、これ机が割れなかった分だけ痛いんじゃないでしょうか。そうです、割れませんでしたか。机が何か倒れたような格好になりましたね。多分割れるのは音からして割れたと思うんですが、割れてますか。笛は、アジャが、アジャが今度はこのハードコア戦闘をまともに食らいました。アジャコング一度目の誤爆で壊れた机を、おっと持たせてのキック、ドロップキック、そして血だらけの香りですが、どうするのか、どう使うんでしょうか。机を持ってのムーンサルトですかね。どうして着地をするんでしょうか。さあムーンサルトか、ムーンサルト、裏剣を尾崎の時のように机の切り口で迎え撃っていきました。カオル、アジャが悲鳴を上げて右手を押さえて倒れ込んでしまいました。いやこれはかなりもうぐじゃぐじゃになってますから、かなり、うわー、アジャコングの右手は大丈夫か。アジャ選手が悲鳴上げるって珍しいんですけどね。裏剣封じとはこのことだったのか、はい、そして倒れ込んでいるアジャに必要なまでに右手を攻撃します。右手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 、アオルは必要に右手を狙っていきます。裏剣封じ、外傷による裏剣、右手を持ってどうするか。アジャ選手の手から血が流れてますよ。どうするか。あっと、これは巻き固めですね。決まってますね、はい、裏剣を繰り出す右手、巻き固めで完全に決まっております。あっと、アジャまだロープに届かない、足が届きました。いやこれでも杉山さん、どうやら出血は右手の甲みたいですね。みたいですね。裏剣をもろに使う場所、裏剣封じは必要に倒れ、いや杉山さん、はい、裏剣をですねアジャに対して対策している選手は、まあ、毎試合のようにいるんですけど、ここまで徹底的っていうのはこういう風のは当然アジャ選手と戦うときは右手殺しというのは一つのポイントになってくるんですけど、ここまで徹底的に、うわ、切り口です。机の割れた方を使っています。さあムーンサルトですか。こう、あ、さあもう一度腕狙いですか。不吉な笑みを浮かべてカオルが飛んだ、右手だ。ロープエスケープ、いやー、アジャの狂気攻撃でかなりダメージを受けていたカオルなんですが、完全な裏剣封じで息を吹き返しました。エクスカリバーか、さすがに上がるか。アジャがいくらダメージを受けているといっても重力はかかっております。これは地球の定義上しょうがないこと。おーっと裏剣、痛めた裏剣、一発だけ死に物狂いで繰り出した。アジャ選手もすぐにカバーに行けないんですよね、やっぱり痛くて。カオルまともに食らいました。両者立ち上がりません。いやー、あれだけ封じられていた右手をアジャはあえて使っていきました。さあかなりですね、アジャ右手一本の勝負。ちょっと裏剣キレがない、おっと決まっているか。これは腕引きか三角締めか。形としては三角締めですね。効いていますかね。あ、ここから取れ入りました。これで三角締め、おっと三角締めじゃないですね、これで十字です、これで十字です。やっ
これは決まっているのか。これでアジャ選手の頭をこう刈って完全に仰向けにすると完全に入るわけですね。なるほど、今はまだ不完全です。アジャの体勢がまだ、やっとアジャ左手を目いっぱい伸ばすが、まだちょっと3センチから5センチというところ。これで入りました。これで入った。秀樹主義、やっとまたアジャが腹筋を使って起き上がってきた。なんとかロープエスケープ。いやアジャの右手の甲からの出血がかなり激しくなっております。もうこれは裏剣を一発繰り出すのがやっとという状況です。さあ裏剣封じをしたカオルはエクスカリバーは、おっとおっとおっと、いやかなりきつく落ちましたよ。かなりきつく落ちてますから、カオル選手自身のダメージも大きいですからね。裏剣一発切ってますし、アジャ手がつけませんが名乗りを上げました、はい、おたけびがどう出てくるのか。登った、裏剣張った、裏剣張った、3発いった、4発いった、5発、6発、7発、ラッキーセブンになるのか。持ち上げた、アジャにはまだ意地は残っていたようです。いやでもアジャ選手の体型だとああいうのすっごいきつかったはずなんですけどね。いや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 、アジャが相当ダメージ。カオルはどうか。今度はエクスカリバーが持ち上がるのか。まだダメでしょうか。どうする。さあ、あっ、おっとエクスカリバー2000で、ああ、今パンチですね。カオルの口からどうする。切り返して、これも決まっておりません。裏剣、左手裏剣、カウント2.8。右手がダメなら左手を繰り出してきたアジャコング。さあどうするのか。水車落としですかね。乗った、カオルは、カオルは大丈夫か。ここが踏ん張りどころですね。これだと一発裏剣食らうとちょっともうまずいんじゃないでしょうかね。いや、すみません、左手でも裏剣かなり、アジャ選手たまに使うんですよ、フェイント気味に。相当食いましたよ。やっとプレス。さあどうするのか。何ですか。机の切れ端乗せた。アジャは登っていきます。1段2段行くぞと言ってどうするのか。おっとスタンプは誤爆。裏剣か、また切り口、机の切り口、今度は左手だ。片エビ決まった。危ない危ない危ない。アジャコング、なんとかリングから肩を離していきました。今度はカオルが机を持った。さあ机の切り口、今度は左手、おーっと、いやーキック、おー裏剣右手、バンジキュースカップ、おーっとアジャもこれは一発が限界ですね。どうやらね、連打で打てないんですよね。いやカオル選手歯が飛んだ、あ素手で外しました。これ本当ここ一番の時しか出さないんですけど、素手の裏剣というのは。ただ手を怪我してる状態ですから、カオルはかわせるのか。食らった、カウントは返せませんでした。序盤から激しい狂気の使い合い、そして中盤からはカオルの必要なまでのアジャへの裏剣封じがありましたが、最後アジャ意地の素手の裏剣一発。いやー、須山さん、これ里村からベルトを取った時も、後半決めは確か
外しましたね、素手になりましたもんね。非常にアジャとしても追い詰められた上での手の裏剣ということなんでしょうか。まあ、もう通常の裏剣では倒せないという時しかこれ出さないですからね。いや、試合前カオルは裏剣封じは完璧だと言っていました。その言葉通りの裏剣封じはでもあったんですけどね。ただカオル選手が考えてた以上にアジャ選手の右腕はタフでした。なるほどね。前女に入門が昭和61年の同期、そしてくしくも今同チームデッドオアライブで戦っているこの2人、初のシングルタイトルマッチを戦いました。勝利の女神は現チャンピオンアジャコックに微笑みましたが、裏剣を繰り出すアジャの右手は流血真っ赤に染まっております。あ、落ちましたね。アジャ選手がしたね。